イスタンブールのカドキョイにあるトンビリの銅像。トンビリはイスタンブールの地域猫。歩道の階段に寝そべっている写真によって世界的に知られるようになった。イスタンブール市では彼女の死後に記念碑が作られている。トンビリはイスタンブールのカドキョイにあるジベルベイビラに住む野良猫だった。この猫は人懐こく、また階段に寄りかかっている姿が 近所の住民に人気があった。階段に寄りかかるポーズの写真がソーシャルネットワーキングサービスに載せられたのをきっかけに、この猫は世界中に知られるようになり、インターネットミームとなった。カドゥキョイ地区で彼女はカルト的な人気を得て、地域猫となった。2016年、彼女は重い病気にかかり、ついに8月初旬亡くなった。彼女の死後、彼女を追悼する。 単願書に1万7千人の署名が集まり、カドゥキョイ氏のエカートニュイグルー市長は、彼女の生涯を公式に記念することに同意した。地元の彫刻家であるセバルシャヒンが、彼女の有名なポーズを再現した彫刻を作り、2016年10月4日の世界動物の日にお披露目された。お披露目では何百人もの人々がイベントに参加し、 カドキョイ氏のバスールネ・シップグルー副市長がスピーチを行った。またその模様がトルコのテレビで放映された。イベントから1ヶ月後、彫刻は行方不明になった。ソーシャルメディアに公開されたのは彫刻があった場所に新中性のプレートのみが残されている写真だった。カドキョイ氏は2016年11月8日に像が盗まれたことを発表した。このことは トルコ国内だけでなく他の国々でも反響を呼び、心配の声が寄せられた。トルコの新聞記者である、ドゥンジャヨ・オズカンは、彼らは、トンビリ像を盗んだ。彼らは美しいものすべての敵だ。彼らが知っているのは、憎しみと涙と、戦争だけだ。と報道した。しかし、2016年11月10日、無事に銅像は返還された。ありがとうございます。